映像講師オーディションやるんで。おお、ついに、はい、豪華審査員が出てくる。決勝をお歴々方たちが、ここで始まりましたマジェチャンネルです。さあ今回ですね、総先生と一緒にやるんですけど、はい、映像講師オーディションやるんで。おお、ついに、はいはい、第2弾になるんじゃないですか。そうですね、最初の第1弾やって、もう一個は新メンバーオーディションっていうのをやって、はい、今回は英語だけじゃなくて、はい、他の教科も、ね、ちょっとやりたいの で英語は前と同じようにもうバトル形式で本当に戦うんですけど、はい、いや素晴らしい、はい、で他の教科はそういうふうにたくさん集まるとも思わないの で、はい、ただ一応優秀だった人は、うんうん、この人すごいなって人はやっぱ紹介したいなっていうのがあるので。いや面白いと思いますね。なので、うんうんうん、まあ、やっぱこの業界なかなか出てこれないので本当に、ね、いや実際ねこうヒエラルキーがねちょい濃厚なんですよ、はい、まあ、やっぱ枠が開かないと出れないっていうのがすごいあるんで。死なないとってことですか。そうなんでやっぱり出なくて終わっちゃってる人がすごくたくさんいる。いや本当そうですよ、みんな長生きですし ね本当にそうです、うん、だからめちゃくちゃもったいない、もったいない、ね、長生きした人たちがうわすごかったんで終わっちゃうんですけど、実は本当はすごい人もいたんだけど枠がなかったから出れなかった。いやそれね実際ね、どの年代になって輝くような才能あって、うん、ここしか出ないなんてことありえないわけじゃないですか。でもなんかヒエラルキーというかね、偉い先生が誰なのかっていうのを予備校のパンフレット基準にね、そう上からどの大学担当なのかこう上から出るじゃないですか、うん、ああいったね居並ぶ順序によるヒエラルキーの見せられ方みたいなのにね、いつの間にか洗脳されてるんですよ、うん、でもそうじゃなくて森田先生のように新しい力ってのはね日本中にいっぱい眠ってて柱たちですね。そうそうなんでだから、はい、まあいろんな教科の人見てもらおうと思って、ここは総先生にも見てもらい、あ僕参加するんです、はい、どっちに、いやいや出場出場じゃなくてこう、まあね、1回戦で負けたりしてどうしよう、まあ、いろいろチェックしてもらう、はい、他現代文出口先生も見てくれる。おすごいメンバーですね。社会科だったら野島先生とか、はい、野島先生が来るんですか、はい、見てくれますし、世界史だったらまあここの鈴優だったりとか、 あとはすごいじゃないですか、まあ、ヨゼミの佐藤幸男先生とか、すごいじゃないですか、ヨゼミのトップですからね。で、うんうんうん、あとまあ理系はね、はい、結構今オファー出してます、まあ、難しいですからね、まあ、例えばなんで理系チャンネルの人たちみんな見てくれる、チェックしてくれると思うし、うんうん、あと長嶋先生とかね、お長嶋先生出る、はい、動きますか長嶋動きますってやつですね、はい、そうそうそう、はい、もまあ見てもらおうかなって思っててなるほど、英語はもうバトル形式なんで、はい、審査員すごいんですよ。どんな方が、まずね福崎先生、福崎先生、福崎五郎先生ですね、四大予備校すべてを経験してる、うわ福崎先生にやってもらって、はい、あとはスタサプの関先生、すごいじゃないですか、はい、関正夫先生、はいね、ちなみにペイはいくらぐらい、いや一切ないです。みんな無料でやってくれます。森田先生すごい人徳ですねありがとうございます。いやいや本当に、うん、で河合塾の成川先生ですね。うわもうなんかもう本屋さんでしか見たことないような人が、はい、河合のトップ講師ですから、であと西先生、西先生、はいはい、ピョンの先生です、ね、ピョンピョンね、素晴らしい先生とかあと安子先生、安子先生出ますか、はい、出ますかとか言葉は力だっていう、あ英語なんて力だ、違う英語なんて言葉なんやれば誰だってできる、安子先生すみません失礼しました、はい、っていう感じだよね、はい、だから東進トップいる河合トップいるみたいな感じで、いや本当ですね、はい、やってもらうし、あと、はい、またいろいろやってます、この先生も審査やってくれませんかみたいなのはやっておりますので、あなるほどなるほど、で、はい、やり方としては、はい、今日3分以内の動画を皆さんに送ってもらうと、3分なの授業が、はい、はい、授業3分以内でもう力を発揮できなきゃいけない、うん、まあ昔ね関先生がそういう風にオーディションやってたんですけど、うんうん、その時にやっぱもう1分見れば分かるって言ってたんで関先生は、だからやはりその短い中でも力を発揮できるっていう人が即戦力みたいな感じで、本当ですか、まあでもそうだね、最初ちょっとこう音楽なんかもねちょっと曲の最初聞くだけでその人の才能の一環が見えるなんて言いますよね、うん、まあ前回優勝者のね一ノ瀬庵先生とかはね、はい、もう1万人超えてね YouTube もすごい見ていきましたから、やっぱ眠ってる才能いっぱいあるんで、なるほど、いやそれはもうぜひ出て我こそだと、まあ3分の動画で、はい、別に英語であれば何でも構いませんので、対象者は誰でもいいですし、はい、ただ対象がやっぱり分かるように授業しないと、うんうんうん、ちょっとうーんっていうのがちょっと多かったですね。あ第1回目はやはり自分の持ってるなんか技知識を詰め込もうとする人がかなり多くて、なるほど、対象者がこれの話をするんだったら、はいはいはい、大学受験の人だけど、この話だったらそれは中学生の話でしょとか、うんうん、なるほど、結
構ごちゃ混ぜで来ちゃってる英会話じゃないのとかいろいろちょっと対象がうんってなる人がすごく多かったんですよ。対象ってのはじゃあ具体的に受験生ですか？いやもう誰でもいい、何でもいい。ああそういう対象、はい、何でもいいんだ。もう何でもいい。そういうことですか。英語はそうなってます。で他教科も別に何の授業でもいいです。現代文でだったら小児国語とかでもいいんですか？全然いいですよ。それですごいと思えば体育ってこうやっていや保健体育とかでもそれのオーディション趣旨変わってません？大丈夫ですか？映像でただ見せられればですけど。なるほど。映像でそれを見せる力があれば。3分間、まあ、パフォーマンス的なものも含めてやっぱりティーチングスキルってね向こうに見せる、まあ、いろんな意味の感じですけど見せるものが必要ですからね、うん、なるほど。で他教科に関してはもう、はい、わこの人すごいと思ったらもちろんチャンネル流します、はい、で他の英語に関してはまず予選があるので、はい、で予選のビデオが本戦も流れますのであのそこ皆さん結構勘違いするんですけ ど予選と本戦違うと思ってるんですけど予選の中で、はいはいはい、もう僕がいいと思ったらもうそのまま流しちゃう。本線流します。一応展開一武道館みたいに8人で考えてるんですけど。すごいですね。それ流します、うんうん、で流してそれを一応また武藤先生時田先生見てくれると思うので一応ね若手、はい、の当身のね僕ら同じぐらいの時にやってた人なんでそれら見てであとは視聴者の評価とかっていうのを見て、はい、でそれで3人に絞ろうと思いますね。決勝、まず決勝3人に絞って、はい、で決勝は、はい、あのさっき言った豪華審査員が見てくれます。決勝をオレキレキ方たちが見てくださる。さすがに8人見てもらうのでちょっと時間があれなんで、まあ、そうですね。なるほど。でしかも決勝は2分になりますので2分で見せるんですか、はいはい、うわ難しい。そのできるのかなそんなの。まあ前回結構それでねいい戦いになったんで2分といえども。なるほど、はい、そうですか。なんで、まあ、そういうのもねあの前回のやつ参考としてこの下概要欄貼ってありますんで、はい、皆さん見てもらって、ね、いやもうチャレンジをねするべきです。失うものなんてありません。もうぜひやって、まあ、それで傷ついたら傷ついたでね新しい何かを得るわけで、はい、何もしないでね見てるよりねきっとねこうエキサイティングで面白いと思うんですよ、うん。正しいかどうかよりも面白いかどうかの価値基準で思い切ってやってみると世界が開けると思います。そうです。もったいないので、はい、でも応募方法として何かしら動画見れるようにしてもらえればいいかな、ね、コメント欄にねあの貼ってくださいって言ってたんですけどコメント欄、ね、あの勝手に YouTube 側で動画リンクとかあると弾かれちゃうことが結構あったんで なのであの Facebook とか、まあ、Twitter かな Twitter、Facebook とかそれで送っていただければなるほどよかったらいいんじゃないかなと思います。で前回の、ね、人たちの、はいまあ、パト先生というのがすごい面白い授業やったんですけど、まあ、見たら多分すごい面白いと思いますよ、はいはい、見たいな、はい、あの授業とか、はい、すごい人たちいっぱいいたんで、はい、やっぱ眠ってる人っていっぱいいるんで。そうですね。で勝った人はもう全力で売れるようにやってきますので。おお素晴らしいじゃないですか。で第1回目はね本一緒に書くっていうのね、本当に一郎先生辞退したのでなんで辞退したんですか一郎先生やっぱり所属先があってそこで僕は本とかも書きたいしっていうのでいろんなオファーもしたんですけど、はい、ちょっとやっぱ僕はその所属先に恩があるのでって言ってうわすごい律儀かっこいいですね。第2回もいろんな仕事のオファーをしますので別にただ呼び来たいって言ったら弾けるか分かんないですけど大丈夫です。そんな力のある人ぜひ全然ありますし、はいまあ、何があってもいいと思ってるので、うんはい、じゃあ総先生の審査やってくれるということでいいですね。いや僕頑張って見ますぜひ、はい、面白いなと思って、はい、だから本当にチャンスをつかめば一気にポンと。まあ、去年やってた頃と違って今もう10万人のチャンネルなんで、そうですね、今や影響力を見てもらえるのも違うと思いますので、うんはい、挑戦してもらえればと思いますので、はい、で応募は一応12月今日、12か、はい、一応12月末までを、まあすみません、はいまあ、1月1日になっちゃっても別に 見るとは思いますけど、はい、でその中で私選びましてで1月のまあ早い週に出すって感じですね。うちのチャンネルで出して、はい、でその後勝った人には決勝の依頼をして多分1月末には1月末ぐらいまでには末には多分優勝者はもう決まってるあると思います。2021年いい年にするために、はいはい、チャンスが欲しいという人やってきてください。お願いします。お願いします、はい、今回は英語講師オーディションそして映像講師オーディションの、はいはい、説明になりました。総先生ありがとうございました、はいありがとうございます。